13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。お母さん、ここどこ？ミツル、なーに？ミツル、ミツル、驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなると、どうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか？桑名は RK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。
今日ここに伺ったのは、なんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。満くんが順調に回復することを祈ってます。八神氏、もうお戻りで？体の調子はどうです？昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。ああ、なかなかいい経験させてもらったよ。タフですな。さすがカムロ町の探偵。よう来たな、タボ。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあな。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる。桑名のやつがどっからとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜ。これ昨日桑名から渡されたんだ。江原敏郎の写真。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですか？ああ、江原に渡しといてくれってことだったんだけど。なんだよ、ひび入っちまってんじゃねえか。ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし。時に八神氏、江原の痴漢裁判は今どういう状況です？沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど裁判所もなるはやで動いてくれてるよ。その裁判でこっちの訴えが認められれば自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば、多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。なるほど。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ八神さんはこれからどう動くつもり？江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。ふん、なんだか振り出しに戻ったな。まさか。とんでもないですよ八神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよね。やっとわかったか。悪くねえ仕事だろ、探偵ってのは。ふん。みんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。偉人町の監視を強化しますぞ。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。はいはいっと。
なんだ、お揃いじゃん。ほら、白崎先生からお呼びがかかったんだ。お前がカムロ町を開けてる間、雑用の手が足りないってんでな。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。わかった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越場殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか？難しいとは思いますけど、でもそうです。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんで。はあ？それじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。いつからそんな舐めた口。江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかった、沙織をお願いね。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない？何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も高野検事に筒抜けだと思って。じゃあ用心しなきゃな。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか？そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。わかった。八神さん、僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。奥さんは横浜に別居中ですけど、三越場殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。八神さん、お待たせしました。拘置所に向かいたいと思います。今どちらですか？カムロ町にいるよ。じゃあ俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうか。なるほど、わかりました。お願いします。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないと。あれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの三越場殺しを受け入れられません。下手したら今、仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がない。お気の毒です。ところで刑務所を出たら、あんたは三越場殺しを告白するって言ってましたね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす
三越芝殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。マスコミを通じて大々的にやりたいですね。なるほど。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば、告白に真実味が出ますね。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。ほう。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか。私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。証拠を出す気はないということは何かあるんですか。まだ私たちの知らない三越葉殺害の証拠が。何があるんです、江原さん。仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。三越葉殺害の凶器、そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。なるほど。凶器は確か動画には映ってましたね。ナイフです。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら、犯人もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。法の目を出し抜いて息子さんの敵を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。それで、もし痴漢の冤罪で服役した後あんたが三越葉殺害を告白したって、証拠がなければただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる。いい調子じゃないですか。ならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは偉人町で三越葉を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。ただし現場には共犯者もいた。だとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。公安があいつの存在に気づいたんです。公安だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってて。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。どういうことだ。何が起きてる。前に来た時俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。その虎が公安だったと。そう。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、江原さん。私は三越葉殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。
そのために命を捨てると誓い合った。命捨てるってそう言って考えることから逃げたいだけだろ。そうかもな。八神さん、私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と御子柴殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。弁護士バッジはまだお持ちですよね。江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。今度の裁判には八神さんが必要です。いいのかな俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。わかった、毎度どうも。こんなこともあろうかと思ってさ、これいつも持ち歩いてんだ。知ってます。俺そう今どこだ。ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。何、もしかしてどっかから俺のこと見てた今頃気づいたか。お前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通しってわけだ。海藤さんはどこにいんの。ハンピンリューマンのとこにいる。星野君と東も来てるぜ。ああ、そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。お前もこっち来られるか。ちゃんと手抜かずに仕事してたか、報告に来いや。ふん、すがすがしいほどに偉そうだねじゃあな。フルメンバー勢ぞろいって感じだな。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな、星野君。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。お疲れ様、八神さん。なあ座れやターボそうか、じゃあお前また法廷に立つんだな。沙織さんのサポート役だけどね。ああなるほど。そうなると僕は江原さんの控訴を法廷にいなくてもいいんですかね。あ、いやどうだろう、そこは沙織さんと話してみたら。八神がいるならいなくていいだろう星野くんやべえな、そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか。僕だって役に立ってるじゃないですか、それなりに。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろ。青い野郎だなこの弁護士先生は。うっ、はあ
ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。ふん、俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった？桑名の居場所は？まだどこにいるかつかめない。あいにくな。偉人町中を聞き回ったんだが手がかりなしだ。 RK も桑名を探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてるよ。それは裏を返せば向こうもまだ桑名を見つけられてないってことだよな。なるほど、そうとも言えますね。桑名さん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。生きてるとは思うよ。無傷かは分からないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのかまるでわからない。俺なら裏切りは許さない。桑名もそう考えるんじゃねえか。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。ああ確かにそうかも。星野君と東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったようだ。4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔をしてて。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは？神輿場の殺害動画も奥さんは見てない？見てないって言ってました。え、マジで？なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。偉人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみてえ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？ああ、仇の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。で、そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきやがる。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか？いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。相馬はアクスと違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょう。みんなの報告はこんなとこか？そのようですね。では僕はもうこれで。引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。うん、ちゃんと無事でいるといいんだけどね。
久保さんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回影薄いね、星野くん。弾持ってるって空手の腕も全然活かされねえしな。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。この後はどうする、タボ。今夜はもう上がりか。なら鉄装が止めてくれるっつってたぜ。ああ、別に構わねえ。どうするよ。じゃあ一晩止めてもらえる？お言葉に甘えて。八神さん、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ？ん？いや、どうかな。本当？じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか？ええ、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました。動画データ？内容は？江原が三越芝博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ？ええ、ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たるでしょう。合成などいかなる加工も入ってません。どういうこと？なんでそう言えるんだ？実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体と言われるものです。例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。つまりこの三越芝殺害動画は加工されてないと言えるのです。じゃあ今度の控訴でも証拠になる？ええ、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。少なくとも出所不明のネット動画とは一線を画します。ねえ、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？そこまでは保証できません。でも桑名さんが危険を冒した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。
桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。桑名さんはおそらく矢上氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょうか。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。だから全て矢上氏に託したのですよ、きっと。なら俺の答えは決まってるよ。俺は三越場殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。江原や桑名、その教え子たちにな。それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。だな。すいません、あのマッツンか、なんでここに。さっきミスケンの奴らに聞いて、八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか。ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ、それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。やべえ連中とはつるむようになったっていうのは。最近東京から来た半グレ RK って奴らにナンパされたみたいで。なるほど。それでチヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。八神さんのこととか。まあ別にそれぐらい構わないけどさ。でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえやつらなんですよね。どうした。茜、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。え。それであいつ高田の名前を出したらしくて。なんだと。茜もさすがになんかまずいと思ってその後俺に電話してきたんす。八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして高田が狙われるなんてことあります。高田さんと連絡つくか。それが電話つながんないんです。茜の方は。あ、そっか、電話しています。もしもし、マッツン。茜、お前今どこ。三越芝先生のところ。は？ RK の人たちと一緒に三越芝先生の死体が見つかった建物に来てるの。なんで。マッツン、もう八神と会った。え、なんでそれを。八神だ。そっちに高田さんは。いる。八神さん、高田です。助ける。八神か。遊びに来いよ。場所はわかんだろ。誰だ。誰でもいい、すぐこっちに来い。早くしないと高田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。いや、やめろ。どういうつもりだ。来たら教えてやるよ。わかってんだろうが、殺にチクったら俺らは消える。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるかわかってんのか。急ぎな。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも。海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。さすが、頼んだ。
行こう、八神さん。急がないと置いてくよ。行くの？もしもし。八神氏、つくもです。今ドローンが現場に到着しました。高田さんと茜さんが男たちと一緒にいます。数は約20。海藤さんと東は？連絡しました。現場に向かってくれています。わかった。タモ、RK の奴らだって相馬もいんのか？それはまだ分かんない。ちょっと待った。つくもか？お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だなお前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。どうやって助けんだ？俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ！こちら一丁は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ？ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛えのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。
れてください。ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。悪いのはお前じゃない。 RK の奴らだ。その次が俺かな。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、コーダ。じゃあ、私もう帰るから。相馬。何？誰？アカネ戻れ！え？一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか、八神。ああ、そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ、でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。
むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。ふん。奴と違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越芝殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ、おっと、そう生きり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。城崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。相馬！大丈夫か？あの野郎。よかった、心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の控訴で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、タボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。